こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はかっこいいフィルムの作り方でスページングというやつですね。スページング。まあ、勝手に僕が作った言葉ですが、スペース開けるっていう意味なんですけど、シンコペーションと結構間違えやすいんですが、シンコペーションじゃないんですね。なので、まずこのフィルヒンのやつは僕は、タームっていう、一つの区切りの単語を組み合わせて作りましょうねって言ったお話なので、タームのおさらいと音符の、整理、それと新しい音符の整理ですね。それとスペーシングとシンコペーション。そして、エクササイズをちょっとやっていきたいと思います。それでは始めましょう。まず、タームのおさらいですね。1番は、1,2,3,4,5,6 やって、で7,8,9,10,11,7 番がこれ左手これ右でもいいんですが、どっちでもいいですが、要は16の 1,2,3 つ目で捉えたら右だし、8分の2個目って捉えたら左手になります。大きいフィルで感じたいときは左手、細かいフィルで感じたいときは右手って感じですね。8番は9番は10番11番が、注意するのは、11番だけ左右です。8、9、10は全部右手からスタートになりますね。8、10っていうのが、前回ちょっと1個前のやつが7119でシンコペーションしてっていう使い方をしたと思うんですが、8と10を使います。8はシンコペーションです。これね、シンコペーション、ジャズだとね、っていうふうによく使いますが、後で出てきます、鬼滅の刃のこうやってやってるのか、これタドンでやるとジャズっぽいんですけど、こういうフレーズがあると最後なんか頭でよりはまだなんか続きそうな気配、 To be continued って感じがすると思うんですが、こういうのをうまく使っていきましょう。でスページングっていう意味は、基本的には8ビートでこうやってると8分よりも長い音、跳躍感があるでしょ。こういう流れでしたのにっていう感じになると、こうスペースが空くのでスペーシングと言います。でもシンコペーションっていうのは、これ跳躍するのをシンコペーション、裏拍だからね。でも表拍で伸びると、要は突然小道が途切れたみたいな、跳躍じゃなくてシュンって前に行くイメージかな。だからそういう感じで、これをスページングと僕呼んでます。なので、でこのタンタタンタ、これがね、これもスページングなんですよ。跳躍したかに見えるけど、スページングでよく使うのがこのタンタタットンみたいな、タンタタカと跳躍したように聞こえるんですね。なので最初に音符で10番の音符を使うと、意外とこうポップスっぽくかっこよくなるってことですね。でタンタタトン、ウタタン、これ前回やった11番ね。ここはシンコペーション、タンタタトン、なんかこうシンコペーションも入りのスペーシングも入りのみたいな感じでうまくいくと思います。いくつか作ってみたので、エクササイズ的には、
ジャズ的な、タドン、スページングとも取れるけど、これ裏側があるから、シンコペーション。タドン、タカタカタカタ、タン、タカ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 だとスページングね。これだと、止まった、ブレイクしたみたいなスページングになるんだけど、やるとシンコペーションっていうことですね。これ、ダンタンタンタカトコタン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 、グレンゲでですね、スペーシングシンコペーションって感じかな。で裏で受けて、なのでダンダンはタンタン、この8分音符はここに着地する手前の音で、よく使う組み合わせって書いてあるのは、これはこれでよく使えますね。タントントンタントントンタクツタクツタツ、音の流れで言うと三つ三つ二つ、タヌキタヌキ犬タヌキタヌキ犬、タン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 、これ2拍3だと結構間違える人がいるもんね。これ2拍3でダンタドタンダンタドンタンって、どっちかと重力よりの大きなフィルって感じのが、2拍3でだともっとベタっとした、ね、で2拍3連とかが入るとすごくギョッとするというか、全然違うタイムが入ってくるん でタンタンタンは結構滑らかな感じで入ってきます。なのでここはわざとこうシンコペーション側にフレーズとして取ってきましたが、これでこれだと同じ音とタンタンタンタカトコタンなので、こうスページングみたいなイメージになります。同じフレーズでも使う音とか、その置き方によって全然聞こえ方が変わるんで、僕のイメージ的にはこれはどっちかと分離してますね。だから前が長く開けておいてフィルインをやるっていう感じと、シンコペーションしてつなげていくって感じはちょっと違うって感じですね、という感じでございました。というわけで、スペーシングとシンコペーションは跳躍感の感じが、スペーシングはこうだけど、シンコペーションはこんな感じのイメージ、だから性質がちょっと違うので理解して効果的に使うと、まあ結局かっこよきゃいいんですけど、僕的にはこうちょっと使い分けをちゃんと、ここはこういう風に配置してるから、ここはシンコペーション使ってみようかなみたいな感じで頭で考えながら、フィルイン、ちょっと長いフィルインとかドラムソロとかやると、こういうとこはスペーシングで間を空けて、要はジャズとかだとね、スペースを空けた感じとジャンプする感じはちょっと違うでしょ。ここら辺を使い分けたりとかしますので、これはジャズではこんな感じです。ロックの、形によると、このタームでいうところの8とか10とかをうまく使うと、スペーシングとかシンコペーションをうまくこう切り分けて使えるんではないかなというふうに考えてます。これって10番の音符の音化が違うだけ、要は1番と7番の音符だけど、これって10番の音符の音化が倍になってるっていう風に考えるので、だからスペーシングになる。これもね、さあ10番の音符だからね、前が長くなる。要は8分音符で8ビートとか16分で来てるのに、8分音符よりも音が長くなるからスペーシングを感じるということですね。ということでございました。はい、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。